体のある日本のファンの皆さん、そして音楽を愛する皆さん、長い時間が相手していましたが、皆さんのことや皆さんの温かい気持ちを忘れずにいます。いつも日本のコンサートでは大きな愛情を感じます。日本のファンの皆さんは最高に素晴らしい方々です。皆さんの誠実な気持ちは世界のどこにいても心にありますし、どんな場所のコンサートでも支えられていると感じます。11月に皆さんにお会いできることを楽しみにしています。今回はベートーベンのピアノ協奏曲第5番を演奏します。この協奏曲は僕にとって、そして多くの人にとって近くに思える存在であり、力やさまざまなエモーションが感じられるでしょう。音楽にはその時代の不安や嵐のような出来事が映し出されています。しかしそれにもかかわらず、心からの希望や太陽の暖かい光を見る喜びが作品にたびたび現れます。モーツァルトの協奏曲は歓喜に満ちた花火のようです。モーツァルトの作品は明るい太陽のような心からの音楽なので、どんな気分でコンサートに来てとしても心が前向きな気持ちで満たされると思います。リサイタルのプログラムについては長く考えていましたが、日本のファンの皆さんのためにストラヴィンスキーのペトルーシカを弾くことにしました。この曲を通して僕のロシアの魂を届けたいと思います。次にお会いする時まで、この小さな作品で僕の魂、愛と祈りとともに皆さんのそばにいられたらと思います。